どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は、わがまま小惑星をテーマに動画をお送りしていきます。まず、惑星の公転方向と言いますと、北極の方から見て、逆時計回りで回っている光景を思い浮かべると思います。実は、地球を含めた太陽系天体のうち、99.9% 以上は太陽系の中を同じ方向に回っています。ですが、少なからず例外も発見されています。例えば、1999年に初めて見つかった逆光小惑星であるディオレッツァというのがそうですね。このディオレッツァは、小惑星を意味するアステロイドという英単語の綴りを全く逆にしたディオレッツァと、まあ、逆方向に公転する性質を生かした随分洒落た名前がついています。その他にも、2016年に発見されたニフという愛称で親しまれている小惑星も、まあ、軌道傾斜角が90度とすごい、縦に垂直に公転しているように見えるんですけど、北極から見るとなんとか時計回りの方向で公転しているように見えます。今回紹介するわがまま小惑星である 2015BZ509 も公転方向が他の大部分の天体とは逆方向に公転しています。ちなみにこの小惑星にはいくつか名前があるんですけど、どれも長いのであだ名の BZ と呼ぶことにします。先に挙げた2つの小惑星の公転軌道がどの惑星ともかなり異なっているのに対して、この小惑星 BZ は木星とかなり近い軌道を木星と同じような周期で逆回転しています。しかも一周の間に2度木星に近づくんですけど、1度目は木星によって内側に引っ張られて、2度目は外側に引き出されるようにかなり不安定な場所で絶妙なバランスで公転をしています。 BZ はひたすら我が道を行く超絶わがままな星かと思いきや、しっかりと木星のお世話になっている憎めなく面白い小惑星ですね。このような特殊な軌道を持つ小惑星は一体どのようにして誕生したんでしょうか。様々な可能性が示されていますが、主に2つの方法があると考えられています。1つ目は、 BZ はオールトの雲から来た尾がなくなった彗星であって、逆向きの軌道に押し込まれた後に数百万年ほど前に今の軌道に入ったという説です。しかもこの安定した状態は少なくともさらに100万年も続くことが分かっています。すごいバランス感覚ですね。あの有名なハレー彗星を含めて逆方向に公転する彗星は小惑星よりもかなり高い比率で発見されているので、 BZ ももともと彗星であったと考えるのも自然ですね。もう一つは、オールトの雲ではなく太陽系外から来たという説です。わかりやすくシミュレーションで説明していきます。ただしシミュレーションはあくまでイメージなのでご注意ください。我らが太陽が誕生した星団は恒星の密度が高くて、太陽が生まれてから1億年後の星団にはこのように周りに惑星や小惑星が公転する恒星が数多く存在していたと考えられています。もし2つの恒星が一定の距離を置いて接近したとき、恒星の周りに小惑星しかなかった場合、星同士が接近しても軌道がかき乱されるだけで、小惑星は元の恒星を離れることはありません。ですがこのように木星のような大質量の惑星があると、軌道が歪められた小惑星が近づかないはずの惑星に急接近して、惑星の重力の働きによって遠くに飛ばされてしまいます。その後もう一つの恒星に捉えられて、条件によってはこの恒星系にはない逆回りの小惑星にもなり得ます。もし本当に小惑星がよそからの移住者であれば、惑星形成や太陽系の進化に関わる未解決の問題だとか、生命そのものの起源にも迫れる重要な手がかりをくれるかもしれませんね。